お注意なのだ。よく読め。前回のあらすじ。実家のこたつの中身が宇宙でした。謎に特殊相対性理論の話も出てきたぞ。光時計の理論は見てみると結構面白いのだ。アイムズンダモン、今日もレッツプレイゲーム。クソザコ英語やめろ。今回も意味不明な爆弾と向き合っていくのだ。とは言ってももうその辺の爆弾じゃ驚かないけどな。では今回はこの爆弾をやるのだ。 PM1 時18分。お、スバルのアルシオーネなのだ。熱っ。はあ、長時間外に置いとくとめちゃくちゃ熱くなるよな。はあ、え、水。なんでいきなり車が水浸しなのだ。てか、なんでそのまま乗ってるんだよ。何何何。水。いや、わかってるよ。今さら驚くのよ。というか、いつの間にか場所変わってるのだ。てか、窓の外やばくなってないか。おお、フロントガラスが。ええー。何が起こってるんだ。さっぱりわからねえ。ここどこだよ。一昔前のアニメのオープニングかよ。ウユニ塩湖のやつか。てかマジでどういう流れなのだ。水浸しの車に乗ったら海に来た。理解しろよ。いや、わけわかんねえよ。車いらねえだろ。最初から海にいろ。海。いや、今更言われても。しかしここからどうなっていくんだ。一体何が爆弾なんだ。出た。謎演出なのだ。やおい、後ろ後ろ。危ない鈴木さん。踏み込まれるのだ。え、ここで爆弾紹介。一体何が爆弾なのだ。爆弾、海。海が爆弾ってなんだよ。それもただ、新艦が海に沈んでるだけだよ。で、制限時間10分。めちゃくちゃ長いのだ。これはやばそうな爆弾だぞ。やべえ、開幕から意味わからねえ。海底を進んでいく感じか。とりあえず矢印に従って進んでみるのだ。今見えてるメッセージで、状況が理解できたらいいんだけどな。魚雷使うのだ。爆弾解体するのに爆弾使うな。なんだ、目には目をってやつか。もう鈴木爆撃なのだ。で、ようこそ魅惑の深海クラブへ。さあ奥に進みたまえ。クソが、何もわからねえ。とりあえずこの岩には魚雷は使えないみたいなのだ。え、じゃあどこで使うんだ。まあとにかく今は前に。で、あれ、これ以上進めないのだ。進めなくなったら調べる。一体何が。敵の潜水艦を発見。せ潜水艦。魚雷ってそういうこと。波速級攻撃型原潜中野。いや待て、相手原子力じゃねえか。魚雷で撃破はまずいって。関係ねえ。魚雷発射。邪魔するなら撃破するだけなのだ。なあ、海にヤバいレベルの放射能が犯人の数億倍悪いことしてるぞ。いわゆるコラテラルダメージなのだ。問題解決のための些細な犠牲なのだ。こいつやべえ。さすがストロベリー。偽装潜水艦アーマー発見。岩に化けて私の目をくらましたつもりか、愚か者め。鈴木さんは鈴木さんでどういうテンションで解体してるんだよ。この女、意外とノリノリなのだ。やっぱり一番ヤバいのは鈴木さんだよ、このゲーム。しかしこのステージのギミックは分かったのだ。潜水艦を撃破しつつ奥にある新艦を目指すって感じだろうな。なんかいろいろ分岐してるけど、とにかく急速前進なのだ。む、また進めない。これは敵鋭か。やだ。敵の潜水艦を発見。うむ、片敵が現れたのだ。怖くないよ。八千代級攻撃型源泉桜浄水。また源泉じゃねえか。やばい海域だな。おい、迷わず雷撃なのだ。やめろ、母なる地球が汚染されていく。心配無用なのだキリタン。もう地球はとっくに汚染されているのだ。だからといって無茶苦茶にしていいわけじゃないんだよな。さあ我らを止める者はいないのだ。が全然死んなのだ。さてまた強制ストップ。さすがに慣れてきたな。ん、敵の潜水艦を発見。チクタクチクタクチクタク。道の呼吸攻撃型源泉高畑不動。てか今気がついたけどこれ全部日本の潜水艦なのか。だとしたら余裕で比較三連続破ってるのだ。核エンジンだからな。いや待つのだ。もしかしなくてもこれは犯人個人軍の戦力なのでは。だとしたら民間で原子力潜水艦を保持しているとかいう激ヤバテロ組織になるんだな。鈴木さん、なんでこんな奴らに狙われてるのだ。おっと、またストップ。源泉のお出ましだな。待って、敵の潜水艦を発見。感じる。スイス級攻撃型源泉高尾。スイス出てきちゃったよ。てか犯人の感銘雑だな。スイスは海出し国だからまず潜水艦を持ってないし、持ってても高尾とは命名しないのだ。国際問題にならなくてよかったな。しかしまあ、潜水艦を撃破するだけで特に面白みもない単調な爆弾なのだ。確かにただ長ったるいだけだよな。単純にマップが複雑で大変ってだけか。仕方ない。じゃあそろそろこの辺りで倍速を。で、
いきなり目の前に何か出てきたのだ。あれはなんだ、ラスボスの潜水艦か。とにかく向かってみるのだ。え、あれ、この画面ってもしかしなくてもいつもの爆弾解体画面なのだ。まさかの二段構成だったのか。お、普通にネジが回せる。なんかちょっと嬉しいのだ。完全に毒されてて草。いや、まあちょっと気持ちもわかるけど、これだけ魚雷使わないということは新艦があって爆発しちゃうってことなのだ。いや、道中の原子炉爆破もやばいだろ。そこも気を使えよ。いやいや、これはきっと核爆発よりやばい爆弾なのだ。だからそれ以外は全てさまつなものなのだ。思考がやばいだろ。そんじょそこらのテロ組織の方がまだ良識あるぞ。まあ無駄な考察は置いといて、ここのネジ外し魚雷発射みたいでかっこいいのだ。珍しく制作者のセンスが光ってるな。さて、前後が外れたけどまだネジがちょっと残ってるから、サクサクっとドライバーで外しちゃうのだ。あのさ、すっごい今更な話なんだけど。およ、どうしたのだ。この潜水艦、ビスでパーツを固定してるけど水圧とか大丈夫なんだろうか。確かに不安なのだ。今の水深はわからないけど、高かったらそれだけで軸が折れたり圧力でぶっ飛んだりしそうなのだ。まあ逆に言えばある意味次元爆弾になるわけだけども。私はどうしたの。お、ネジを外したら中身が出てきたのだ。ビスの話をした後に、ビスまみれの中身で草なんだ。裏側もしっかりビス止めしてあるのだ。とりあえずこの関係なさそうな裏から外していくのだ。まずは大体のヒントを手に入れたいしな。犯人の傾向から大体意味ないところに置いてるはずだ。お、やっぱり裏に何か隠されてたのだ。このメッセージ、びっしょびしょで読めなさそう。青、綺麗。直球メッセージ来たのだ。でもまあ余計なこと考えなくて済むからよかったじゃん。それはそうなのだ。ってことで次はこの角を解体するのだ。制限時間まだ約6分も残ってるな。ということはまだまだたくさんギミックがあるのだ。潜水艦ステージには飽き飽きしてたからギミックに飢えてるのだ。その分爆発するリスクが高まるのを忘れないでくれ。じゃあここをちゃちゃっと外して新たなギミックに挑むのだ。外れただけで何もないんですけど。つまりなんだ、時間を使わせるだけの罠だったのか。こすいことするのだ。ま、気を取り直してこの本命に挑むのだ。原子炉は制御棒を抜くと核分裂反応を開始する。さあ抜いてみたまえ。え、ここ原子炉なの。めちゃくちゃやばいじゃん。というか解体していいのだ。ここ炉心溶融とかしちゃうのでは。感じる。原子炉炉心ネジ。このネジで核分裂してるの、やばいだろ。怖くないよ。ともかく回してみよう。適当すぎるのだ。制御棒ネジ。ここの機構やばすぎるだろ。手をつけていい部分がね。いや、これはきっと犯人がよくやる比喩表現なのだ。だからこれは普通のネジだと思うので外しちゃうのだ。だとしても炉心から外すのはやばいだろ。おっと、連打の勢いで回してみようって言われた部分も回しちゃったのだ。でも今のところ何も問題なさそうだな。じゃあこの勢いで制御棒も外しちゃうのだ。お、なんかハンマーが動いたぞ。なるほど、原子炉に気を取られていたけど、ここはこういうギミックだったのだ。ここを縦にしないままこのネジを外すと、なんかよくわからんピタゴラスイッチが発生して起爆しちゃうのだ。なるほど、犯人なりの初見トラップだったんだな。でも上のネジ外した流れで回しちゃったから、今回は偶然回避できちゃったのだ。まあ運も実力のうちだから。とにかくギミックは解けたから、残っているネジを外していくのだ。残るはこの2つだな。蒸気タービンネジ。タービンネジ。プロペラシャフトネジ。プロペラシャフトネジ。まあどうせこれも言葉だけだから何も気にせず解体していくのだ。よし、周りが外れていよいよ最終ギミックの登場だな。解体前にまずはいろいろチェックなのだ。さて、毎度おなじみご丁寧のメッセージの登場だな。アイスコーヒーはうまかったか。ああ、裁判で解体した爆弾のことか。ということは時系列的にはあの後の出来事なのだ。いや、だからどうしたって話だけど、まあコーヒーと海は同一犯ってことぐらいかな。お、ハンマーが動いたら後ろからメッセージが。え、何これ。普通にめちゃくちゃ怖いのだ。なんか背筋ゾクッとしたわ。ああ、つまり青を切れってヒントの逆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 の、ああ、強制的にウィンドウが閉じたのだ。これ、時間以内に見切るの無理だろ。まあ一旦怪文書は置いておいて、こっちのギミックを解除していくのだ。とはいえ、さっきやったやつと本質は一緒だな。真ん中の棒を縦にした後、ハンマーのネジを外すって動きだろ。ただ今回は、明らかに怪しい装置があるのだ。おい、なんか動いてるぞ。やばい、このパターンは絶対時間制限なのだ。間に合え。危ねえ。
超ギリギリだったのだ。カンヌキが取れたらハンマーが起爆装置を狙う罠だったのか。さてようやく新刊までやってきたわけだけど、問題はどっちのコードを切るかだな。ヒントは2つ、青を切れというヒントと逆ばっかり書かれた怪文書。あれをじっくり見れば答えはわかるけど、全部数えられる時間はなかったな。青のヒントを出した後に隠すように置かれた逆のヒント、そういう意図を汲み取ればまあやっぱり赤が正解なのか。いや、それこそが犯人の罠なのだ。え、どういうこと？怪文書でズンダモンたちを惑わせて青から遠ざけようとしている気がするのだ。確かにまあ青の逆で赤はちょっと安直すぎるとは思うけど、このズンダモンに罠は通じない。答えはそのまま青、これにて無事終わりなのだ。あれ、うわ、地球の海が全部干上がってしまったのだ。お、終わりだ。地球の終わりが一気に爆発する数億倍、えっくい仕打ちだ。緩やかに滅んでいく人類、最悪の爆弾なのだ。それもこれも全部お前のせいだけどな。で、くだらねえ媚び売りしてないでさっさとリトライしろ。わかりました、急いでやらせてもらいます。チクタクの前に、さっきは行かなかった外れルートの紹介なのだ。あの海底パート結構ルートが分岐してるんだよな。たらいかよ。このたらいどうやって落ちてきたんだ、浮力は。というわけで何の実りもない外れルートだったのだ。てかそもそもこの潜水パートいる？ノーコメントで。では外れも見たので新刊まで戻るのだ。そういえばさっきの逆メッセージだけど、よくよく考えたらめちゃくちゃ簡単に理解する方法があったのだ。ほう、簡単に。文字が書けてない部分の逆の数は9つ、あとは各段ごとに逆のが何個抜けるか判断して逆のが奇数か偶数か見るのだ。この場合だと奇数偶数偶数奇数偶数奇数だな。奇数同士と偶数同士の和は偶数、奇数と偶数の和は奇数という法則に沿って計算すると逆のの総数は奇数になるのだ。つまり移動したのは実質1回なわけだから、青から赤、答えは赤ってことになるのか。そういうことなのだ。中学生の数学だからキリタンにはちょっと難しかったのだ。でもそれを知ってたら短い時間で、まあ、正直に数えなくてもいいから勉強も案外ゲームの役に立つんだな。まあそれを活かせなかったツンダモンってやつもいるんだけど。いやまああの状況でそこまで頭の回る人なんていないからと、とりあえず赤の謎も解いたので気持ちよく切断しちゃうのだ。なかなかに特殊なステージだったけど、今回もパーフェクトに解体成功なのだ。パーフェクトとは？さすが10分の爆弾って感じのボリュームで、解体自体は楽しかったのだ。まあ確かにボリュームだけは一丁前だったな、こいつ。では楽しい楽しいエピローグタイムなのだ。お、ここはカフェか？ごめん。てかさっきのやつ誰なのだ？友達とかだろ、多分。鈴木、遅い。友達と会う前に爆弾解体してたのか。どうした？で、なんであんたびしょ濡れなのよ。濡れすけ鈴木さん、興奮してきたな。するなバカ。というか思ってるよりびしゃびしゃだったな。なんでかしら？そりゃまああんな車に乗ったらこうなっちゃうのだ。あとはまあ直前まで海底にいたわけだしな。といったところで爆弾海も終わりなのだ。感想としては導入とガンダー並みに意味不明だったな。あと爆弾海ではなかったのだ、爆弾原子力潜水艦なのだ。鈴木爆発毎回すごい展開だけど、今回は特にすごかったな。というかあまり大きい声では言えないけど、この爆弾って結構今だとヤバいよな。導入のシーン、爆弾の中身、ワード、全てが炎上要素なのだ。もしかして PS アーカイブ化されてないのってこれが原因なのでは？しかしこれはただのゲームなのだ、みんなには本質を見極めてほしいのだと。フォローしたところで今回はここまで。フォローになってるのかそれ。なんだかんだ続き爆発も終盤、次回も怒涛の展開を見逃すな。それではバイバイなのだ。いつも高評価ありがとね。